はい、本日は立川スト2対戦会にご参加いただきありがとうございます。ありがとうございます。時間になりましたので、これからスパ 2X の勝ち抜き戦を行っていきたいと思います。抽選に協力していただいたのは、八千代キャッツアイ勢のもみおさんです。もみおさん、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、本日はですね、立川のスト2対戦会議解禁賞の浦健二さんに、マイクをお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは太井さんと水木さん、さあ参りましょう。ワンピーに太井さんの X 剣、スーピーに水木さんの S 剣ですね。さあ、水木さんはもともとは立川勢で、今は、茨城の方に少しを隠されてしまったんですが、今日はわざわざ、立川まで来ていただきました。はい、ありがとうございます。水木さんはですね、もともとお酒でやってたと。そうなんですね。はい、かなり他のプレイヤーさんのようですね。さあ、まずは太井さんが1本。伸びがうまい。いけるんじゃないの、痛いですね。最後は一番です。はい、ロン。さあ、裏切りさん、この組み合わせはどれとか。はるばる千葉から来ていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ヤシオというとかなりもう千葉でも奥の方ですからね。ヤシオを立ち上げては
細胞菌を作ると、オミオさんとブッチンさんはサイチンということですね。はい、よく見てますね。おっと、うまい。ブッチーさんが取り返しました。さあ、ここからですね。ここからフェイロンのターンです。のエクスリュータイム。まあ、そして花丸さんはですね、人法でかなり強いプレイヤーさんだと、はい、人法を隠れつつ
お母さんは、熊本県民だと思う。で、最近、大森のあたりに越して来られたそうですね。大森のセナーの、セナーで、アニマルさんが来たんで、はい、出たんですよ。ダッカー勢の株っぷりですね。はい、カウクはカッターでの位置を見せてください。何気づいて早いですね。ここから仕上げるか、さあヘッドで切って、なんとイカミさんの3連勝が最高です。さあバイソンバイソン、さあここ浦崎さん止まってみますか。中島さんは、年始の観察の総裁戦ニューガイルで大活躍されたイクライブ隊ですね。最近は
か、ひろしさんは仲間で喋りたいそうさんと、いつも普段対戦されてると思うんで、まあ、この組み合わせは結構慣れてる対戦ではないでしょうか。中野でどうしよう。普段やってる組み合わせですね。どっちが有利なんでしょうかね。5分ぐらいですか。さあ、シャルさんが取り返しました。ミラクルドーム店ですね。そうなんです。残念ながら、3月ですか、閉店しまして、非常に、残念なんですが、今日は静岡から、参加していただいてます。ありがとうございます。
アニさんはタッチサーデーのエクスペルスカイ。じゃあ普段サブスクと対戦している組み合わせですけれども、アニさん、タッチサーデーとして頑張っていただきたい。台が低いですかね。やっていただいた浦国さんですね。バイソンとめっちゃ多くないバイソン。バイソンとお金に行かない。そうですね。さっきの直樹さんです。まあ、こういう感じです。やり込みにはならないと。あ、そう、大根大根はもう2択なんですか。2択加藤が勝つって感じですか。
やらせてもらいましたけど、I'm going to go to the next one.
夜の方にお客さんを一番近いパワーで一回連れたアルキ勝利を見せらないですね、さっきから。Thank you.
Thank you.
Thank you.
残機は止まってみなと厳しい組み合わせですが、トミーさんだったらやっていただけそうな組み合わせです。そうですね、
こちらへシャドウ。なかなかエスペイロンは見ないんですから、値段から考えるんですよね。ただまあ、人が少なくとも、
ということで、時間を決めております。そうですね。今日もですね、午前中から、伊谷さんとラウルさんの対談が、はい、戦略は、落としたいところですね。
カメキャラの違いです。これは厳しい。想像はなんかあのちょっと考えることの先の先なんだけど、なんか見えてる感じがしますよね。もう、嬉しいよね。どうせ、食べ物の配信ですよね。はい、もう、大丈夫です。いやー、これやってます。あー、今は入るんですね。さあ、瀬尾さん、止まらない。これ、どうしたんですか？落としていいよ、いいよ、スライダーおい、うまい、うまい投げられてしっかり1秒取ってるまだ待ってる、まだ待ってる投げて、気をつけて
キャラです。強い。さあ、美容師さん、またもうで5回やって10でいこう。画面端にヒロシさんが応援してくれて、結構一般的に見せられたんですが、私たちは無事に頑張っている。どこまで手を差し向けるのか。お、今のところはいい感じでいいですね。さあ、画面端。投げられて。
そうですね。めっちゃいいですよね。あー、そっくりカバーで対応。Thank you.
けど、はい、もう好きですよね。もう本当に有名な外人から。
吉尾さんが目指す連勝は12連勝ですね。13を超えるためには13連勝が必要です。ここから世界に。ただ、吉尾さんだったら13連勝もあるんじゃないですかね。全然ある。
さあ、画面端。
まだ終わらない、まだ終わらない。止めたのは石谷さん、吉尾さんが最終的に、6連勝ですね。はい、というわけでですね、優勝は12連勝の瀬尾さんです。瀬尾さんに一言いただきたいと思います。